とうございます。カーネーションありがとうございます。延長戦入ったんだっけ、分かんない、ちゃんと終えてないんだよね。こんばんは、ありがとう、だるままありがとうね。この時間帯に忙しいで、ね、今帰ってきたからねだるまありがとうございます。今からお風呂入ってちゃんとぬくもって寝て、明日はトーク会じゃない、ツーショット撮影会です。レインボースターありがとうございます。そう、明日一部だからね、朝一だからね、みんなよろしくねみんな起きるんだよ、ちゃんと。っていうかさ、っていうかさ、他の日程も会いに来てよエリグチップスは買ったよ、買ったよ、ウェアハウスも買ったよ。ウェアハウスでゲットしたトレカっていうんですかは、事務所のロッカーに飾ってます。見たい？見たいんだったらストーリーに載せるわ。バラありがとうございます。けどね、優勝ありがとう。こんばんは、明日通信と会談、今日から行きました、秋田に来たと、ありがとう、ありがとう、嬉しい、またありがとうございます。一番25日、お、待ってるね。明日はチェリーセブンティーンの衣装と私服でございます。ちゃんとみんな2回取りに来てくれるかな、前半と後半。来てくれなかったら怒っちゃう。バラとハートありがとう。他の日程もさ、来てよね待ってるんだからね、青木、青木待ってるんだよ、みんな今日はナイキで今スクショタイムだよナイキで ありがとう、こちらこそありがとう、カネーションありがとう。あら、ありがとう。試験です、本当？ハートありがとうございます。ナイキ大好き。サンバ前半、そう、サンバ前半、1、2、3、5、6で分けてる。そう、洗濯機頑張ってる。倍速にしてる。今日。して着る服だからね。クマありがとうございます。そう、香水をさ買いに行きたかったんだけど、どうやらあんまり作られていないらしく、私が使ってる香水が結構落ち込んでる、結構どころじゃなく落ち込んでる。もうさ、この香水じゃないとダメなのよ本当にって思うんだけど、どっか行っちゃった。そう、ダメなんですよ、もうこの香水じゃないと私もう生きていけないこの香水じゃないの無理、うん、リガちゃん何の香り？なんか秘密嘘、なんだろうな、何の香りなんだろうねこれ。けど私はこう甘い香り、なんだろう、みんながつける香りは全然基本好きなんだけど、結婚してありがとうございます。自分があのつける香りはあんまり甘い匂いじゃない方が好きで、どちらかといえば渋め、それこそヒノキとかそういうのが好きで、
キャピの匂いとかめちゃくちゃ好きなんだけど、だけどなんだろうな、自分はずっとつけてるのは違うやつで、なんか甘いけど、甘くはないな、なんかキャリアウーマンって感じの、そう、ザ仕事で使いますみたいな、だからなんかスーツとか着るときに使いたいような香りが好きで、クマありがとうございます、カネションもありがとう、なんて言うんだろう、なんか超仕事できますみたいなドラマのね、なんか女性の方いるじゃないですか、ああいう香水が好きでそうなんです、だからそういう香水を使ってます、そう、香りから入るタイプくまありがとうございます、今日から半袖デビューです、こうしたらめっちゃ腕長くない、ほらスクショ撮れはい、ドゥドゥンドゥンチュチュチュイエーイイエーイって言って、ちょっと青木事前に言っておくんですけれども、少しあの声がねちょっと腫れなくて、そうなので、明日、まあ、基本全然いつも通り元気なんですけど、もし声聞こえづらかったらごめんね、全然風邪とかじゃないんだけど、ちょっと体温がね上がることをしちゃうと、今体調が悪くなっちゃうからごめんね、だけどいつもでかいからねそして楽しみだな、明日も明後日も、こんばんは、こんばんは、リカちゃんの宝なの、嬉しい、もうさ髪の毛ギシギシよ、やばいやばい、泣いてるわ髪の毛が、今日も京都でポニーテールにしました、公園終わりって眠くならんの、あのね、なんだろう、私は体をの体温、なんだろうな、動いた後すごい疲労なのかな、わかんないんだけど、ですごいさ体温が高くなっちゃって寝れなくなっちゃう人間なの、そうだけど元気だからアドレナリンじゃない、もう楽しくてさ寝れないよね、踊ったっつって寝れそう、寝れないんよまた3時間睡眠とかでツーショット撮影会とかトーク会行く未来が見えてるんよ、ということでお風呂が入ったので、あ、OC も見ないとじゃん、もうやることいっぱいだよいやいやいや、まあ、今日めっちゃ話してるありがとうねみんな、そう、お、目の下のクマ、青木は何をしてもクマができないから安心してください、3日間寝てなくてもクマはできません、多分体質なんです、バスケ見ても寝れないよ、もうダメだよ、明日皆さんシホスミカワさんの教えあるのでぜひ私に結果を教えに来てくださいね結果をね伝えてね、うん、ということで久々とお風呂に入ろうかと思います、本当に今日の公演もめちゃくちゃ楽しかったし、明日もね明後日もめっちゃ楽しみです、皆さんとお会いできるのが、はい、ということでまた明日ね、明日会えない人は明後日ね、明後日会えない人はもう早く撮って、青木と会う約束して待ってるからね、他の日程も待ってるよ、
おい、こんな顔してるんだからさということでお待ちしております。またね、ありがとね。みんなもよく寝るんだよ。おやすみなさい。